皆さん、スプラトゥーンはゲームだけではありません。大人気ゲームゆえ様々なグッズが展開されていますが、なんと早くもスプラトゥーン3に関連するグッズがバンダイさんから発売されることが判明しており、画像も公開されたため今回ご紹介していきたいと思います。はい、ありがとうございます。アシブです。バンダイさんのグッズといえばスプラトゥーン武器コレクションですよね。スプラトゥーンに登場する武器のコレクションフィギュアで、全てに専用の台座がついていて、クオリティも高いです。手のひらサイズで小さいですが、これで400円出したらお釣りが来てしまう。380円で買えちゃうんだから、あらやだ、もうそんなの無限に買っちゃうわって感じです。今まで40種類の武器と8種類のサブウェポン、さらには着せ替えコレクションというイカちゃん本体のフィギュアが24種類発売されていましたが、全て持っていて飾っている方がいたら相当なスプラトゥーンコレクターですね。中身がランダムなので、自力で全種類集めた時の快感はその人にしかわからない達成感と感動があります。そんなこと言われたら欲しくなっちゃうんだけど、昔の商品だから今買えないじゃん、どうしてくれんねんと思ったそこのあなた、ご安心ください。なんとこの度イカス復刻版ということで、ステッカー付きで再販されることが決定しました。商品詳細を見てみましょう。大人気ゲームソフトスプラトゥーン、スプラトゥーン2に登場する武器の活かしたコレクションフィギュアシリーズの復刻版です。ラインナップはスプラシューターコラボ、若葉シューター、スプラマニューバー、ホットブラスター、プライムシューター、スクイックリンアルファ、国際、スプラローラーコラボの全8種類、すべてに専用台座が付属。さらに今回はステッカーのおまけ付きです。ガムもついてくるよ。というわけで、過去に登場した武器コレクションの中からこの8種類が復活し、現在予約販売がされています。全国のスーパーのお菓子売り場で9月から販売されるほか、セブンイレブンと渋谷にある任天堂東京では8月30日から先行販売されるとのことです。 Amazon などネット通販では8個入りまとめてになりますが、予約注文できるため全種類欲しい方はぜひご検討ください。概要欄に Amazon のリンク貼っておきます。話長くなりましたが、そんなバンダイさんからスプラトゥーン3のグッズ発売が決定しています。そちらをご紹介していきましょう。気になる商品はこちら、イカスステッカー付きリングスナック。スナック菓子がメインやないかーいと思ったそこのあなた、少々お待ちください。まだ発売していないスプラトゥーン3のステッカーですよ。何か新しい情報が隠されているかもしれません。商品詳細を見ていきましょう。スプラトゥーン3のデザインステッカー付きのスナックが登場。味はイカしたシーフード味。スナック菓子 10g、 ステッカー1枚、全24種類。24種類もあったら何かしら見たことない情報あるでしょう。ということでステッカーがこちら。早速一番上の列に謎のロゴマークが6種類並んでいます。一つ目は何て書いてあるのかは読めませんが、イカちゃんが夕日をバックに一人寂しく釣りをしています。ついにスプラトゥーンにも釣りモードが実装されるのでしょうか。初代スプラトゥーンはマッチングの待ち時間とかにミニゲームで遊べたので、そんな感じで釣りのミニゲームがあったら面白そうですが、イカって本来釣られる側だよな。二つ目は、レインボーの背景に、ネイオンと書かれたロゴ。よく見ると、イカの切り絵みたいな模様になっていますが、こちらは、ギアブランドやお店の新しいロゴマークでしょうか。三つ目は、食ワンダーのようなマスクをした謎の人物が、マックのポテトの赤い容器のような入れ物にこもっているようなロゴマーク。スプラトゥーン2のロブの屋台みたいな感じで、スプラトゥーン3に登場する飲食店のロゴなのかもしれません。四つ目は、どう見ても魚の骨ですよね。湯の花大渓谷にも魚の骨が至る所に見られましたが、スプラトゥーン3では何か大きな意味を持っていると思われます。やはりイカちゃんが魚を釣って食べる習慣ができたということなのでしょうか。5つ目は魚の開きですね。開いているということは、このお魚さんは死んでいるはずなので、こちらも魚の骨と似たような印象を受けます。ヒーローモードはこじゃけと共に行動しますし、過去作でここまで魚が強調されたことはなかったので、スプラトゥーン3では魚がどう関わってくるのか気になります。もはやアイドルがイカじゃなくて魚だったらめちゃめちゃ面白いです。6つ目がこれよくわかんないんですよね。あまりにも謎すぎてコメントに困りますが、人型のキャラに見えるので、こちらも何かのロゴなのでしょう。
続いて上から2列目の6種類を見ていきましょう。1つ目は魚が立っているように見えます。スプラトゥーン3の一番最初のトレーラーに出てきた電車男にそっくりですが、このキャラがステッカーになるということは、電車男が何かお店を開いたり、イカちゃんが電車男にお世話になる機会があるという伏線なのかもしれません。明らかに綺麗めなお店はやっていなさそうなので、ギアとか飲食店ではなく、ダウニーとかスパイティー寄りのちょっと稼ぎ方荒いけどめっちゃ有能なポジションを担当していそうです。地味に気になります。他の5つは普通のイカちゃんタコちゃんステッカーなので、次行きましょう。上から3列目の6種類で気になるのはこちらのステッカー。現実世界では割れ物注意を意味するロゴですが、これがステッカーのラインナップに入っていることに違和感を感じます。お菓子売り場で、ママスプトゥーンのシール欲しい、しょうがないわね、一つだけよ、ママ割れ物注意のシール出た、いらねえ、というやり取りが目に見えます。絶対いらないでしょこれ割れ物注意がラインナップに入っているということは、スプラトゥーン3は衝撃に弱い何かが実装されるのでしょうか。バンカラ街の住人に荷物を届けるミニゲームでも出てくるんですかね。 Uber Eats みたいな感じでバトルせずにお金を稼げる方法として、それはそれでちょっと面白そうですね。他5つは読めないイカゴとかありますが、そこまで突っ込むことはないのでスルー。最後の6種類もシンプルにイカちゃんタコちゃんなので、ステッカー考察はこの辺にしておきましょう。こちらのステッカー付きリングスナックは132円と武器コレクションに比べたら安いですし、何かとねステッカーってあったら使えるので、ぜひ皆さんご購入を検討してみてはいかがでしょうか。ちなみに僕はすでに60個予約しました。買いすぎ。パソコンとかスイッチのドックとかにステッカーを貼るとスプラトゥーン仕様になると思うので、個人的におすすめです。概要欄に Amazon のリンク貼っておきます。というわけでいかがでしたでしょうか。今日は公式ツイッターがお休みでしたが、バンダイさんがネタ補給してくれたので動画にまとめてみました。また何か新情報をキャッチした際は即日で動画にまとめていきますので、チャンネル登録と高評価で応援していただけると嬉しいです。それでは今回はこの辺で締めたいと思います。続きをお求めの方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。だな、もうそれではまた、アディオス。